はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ガンダムサイドストーリー宇宙閃光の果てに、ステージ2の宇宙閃光の果てにをやっていきたいと思います。じゃあ早速スタート。宇宙世紀 0079 12月24日連邦軍主力艦隊によるソロモン攻略戦チェンバロ作戦が発動しました。ソロモンの突破、それこそがアーバオア空攻略の足がかりとしての重要拠点であり、ジオン公国侵攻のための越えなければならない関門と位置づけられています。我々第16独立戦隊サラブレッド隊は月面基地グラナダからのソロモンまたはアバオワ空への増援部隊の殲滅が任務であり、そのために先行行動能力の装備と高機動型モビルスーツガンダム4号機とガンダム5号機が配備されているのです。そしてついにソロモンとアバオワ空へ向けて発進したジオンの増援艦隊と交戦、グラナダからの増援を断つという我々の任務は達成したものの、事態は最悪です。我々の姿を敵にさらけ出してしまったこと、それは先行行動によって力を発揮する我々のような小艦隊にとっては致命的なミスなのです。こちらの戦力を知られた以上、敵も次からはそれ相応の対処をしてくるはずです。そしてそれは間もなく起きたのでした。フォルドにとって大きな試練となる出来事が、私たちはガンダムの底知れぬ力に酔っていたのかもしれません。それがどんな危険なことかも知らずに、月面都市グラナダ。こいつが敵の指揮官か。まあ戦力を知られたみたいだからね。するとどうなると思うって分からん俺みたいなアホにはさっぱり分からん。誘導するのか。新型のモビルアーマーっていうかさ、俺サイドストーリー系よくよく考えればさ、あのミッシングリンクで全部一応やったんですよねあんまり覚えてないけど、しかもミッシングリンク動画にも上げてるんでちょっとちょろっと前の方を見返してみたら、あ、そういやこんなんあったなみたいなもう全然覚えてないな。ミッシングリンクなんか結構難しかったような気がするんですよね。空、閃光の果てに。しかも空、閃光の果てにだったんだ。宇宙って読ませるのか空って読ませるのかどっちだかわからん。メガビームランチャーめっちゃ使えるよ。めっちゃ強いもん。いや、強力だからね、そりゃ。
分析能力もあるね、ルースは。無鉄砲なやつほどすぐやられてしまう。オーガスタ基地か、名前はよく出てくるよね。新型モビルスーツに乗るための訓練。これは敵襲か。非常警報発令、月の軌道上に敵へと。戦艦が3機。暗礁周囲からの攻撃は可能。え、これ自体が罠なんじゃないの？ G04、G05 ともに出撃。残りのキャノン隊、そうキャノン隊いたんだよね、全然気づかなかったわ。やはりクールな方が戦場ではいいのか。お、いきなり自軍出撃か。じゃあまあそのまま出していきましょう。チベを撃破。フォルドかルースでチベを撃破と。なるほどね。じゃあそのまま進んでいっちゃっていいかな。ガンキャノンどうしようかな。一応まあ出しっぱにはしておくか。で、まあさすがにガンダム結構強いからね。あ、搭載してねえし。無才は？積んでないね。完全に前哨戦だな、これ。一応お互いがお互いをフォローできる位置を陣取って、サラブレッドも進んでおこう。なんか狙われたら嫌だからな。キャリーベース移動力が少なすぎる。モビルスーツを出しておくかどうか。ビルダム出すだけ出しておくか。一応で上もハローを出しておこう。モビルスーツを積んでるわけじゃないんで、サイコビットで攻撃をしておくか。1万1000。よし、こんなもんでいいでしょう。あれ出てきた。卑怯なり。なんてこった。マジか。やつらこちらに気づいたか。だって戦艦にさ、モビルスーツ乗せてなかったじゃん。どっから展開してきたんだよ。しかし出てきたのが運の尽きだったな。一人残らず殲滅する。1万2000とか。さすがにこのレベルになるとハロもな、強いよな。オプションパーツめっちゃつけてるしね。あとはエネルギーがどうなるか。バズーカーをね、食らうとやっぱりきついんだよね。攻撃力は高いからね、バズーカー。しかし当たらなければどうということはない。あとは真ん中の
ガンダムだけどこっち狙ってきたな。そりゃこんだけでっかいからね、格好の的だよね。しかしそれこそが罠なのだよ。量産型ビグダム、これどうしようかな。エネルギーめっちゃ使うな、メガ粒子砲。大型ミサイルで9400か、当たるかどうかだよね。8600か。まあハローに任せるか。いやー、やはりでかいやつから狙ってくるねと思ったら狙われた。ハイパービームライフル。戦場じゃ無鉄砲なやつほどすぐやられちまうもんだぜ。まあ俺も無鉄砲だからな。結構狙ってくるね。いやー、ガンダムの性能はねやはりすごいわ。ダメだ、詰められた距離を。ザクだったら8600当たるかな。9000、よし。なんか量産型ビグザムってさ、ほんと量産型って感じだな。足のあたりとか、多分体のやつがあれメガ粒子砲が出るのかな。大型ミサイルちょっと見てみようか。そちらがその気ならば遠慮しない。痛い、米粒が当たった感じだ。戦場じゃ自分を見失った方が負けるのさ。あ、ミサイルは肩から出んのね。で、単制限は別にないよね。ってことは、角が若干エネルギーが減ってきて、ビグザムもエネルギーは減ってるね。ちょっとメガ粒子砲をぶっ放してから、戦艦に戻ろうか。特別に教えてやるよ。お、本当の戦いってやつ。宇宙だとさ、これあんまり意味ない気がするんだけど。おお、冷却してる。それほどまでに高出力なのか。で、ようやく2レベルと、ま、エネルギーを鍛えていきましょう。機動性がやっぱりないね。で、どうするか。艦砲射撃を一発撃っておく。こっちの射程に入るってことは、あっちの射程にも入るからね。ザンジバルの方が高性能だ。グラング。まずはゲルググロス。てか、すっげえな。このゲルググロ、機動力。半端ないんだけど。何これ。ジョニー・ライデン。おいおい、少しお板が過ぎるんじゃないか。いや、ジョニー・ライデンはね、ほんとかっこいいよ。このターンで決められるかね。一応、G04、こっちに行って、こいつを倒すでしょ。おっと、そこまでだ。観念するんだな。落ちろ。よし、ちょっとギリギリだったな。で、フォルドもここら辺。ハイパービームライフルでいいでしょう。4600、大丈夫だよね。お前なんて俺一人で十分だぜ。完全にもうおこぼれだけどね、このドムは。ちょっと本気にならないとこいつには勝てそうにないな。くらえ。いきなり慎重になったな。
で、あとはチベをどうするかだよな。ヒットポイント的には2万2000か。一応セーブをして、ピンポイントアタックで倒しちゃうかどうかだよな。もう超強気にはなってないから大丈夫だと思うんだよね。一応ハロビットピンポイントに狙いましょう。諦めろ、これで終わりだ。どういう構造になってんだこれ。おお、痛そう。2万2000いくつだった。熱源が接近しています、注意してください。すっげえ敵は思った以上にやるようだな。各員油断するなよ。うわ、目ん玉に直撃を食らった。これは痛いぞ。両目に直撃したよね今。さてキャリーベースを前に出して、じゃあせっかくなんでハイパービームライフルで倒しますか。動きが甘いぜ、シミュレーション不足だな。ガラ空きだぜ。1万当たるか。しまった、こんなところで。うわ、なんだと、こんなことが。2つに折るかな。よし、とりあえず達成して、月軌道上より新たな艦へ。結構離れて、うお、めちゃくちゃ大舞台だ。こんなん無理でしょう普通に考えて。モビルスーツが展開された。さらに戦艦、すごい大舞台だな。いやいやいや、無理だよ無理。最初の艦隊そのものが餌だったか、かわいそうだな。戦艦って何人のクルーが乗ってんの。だって何百人単位でしょう。敵主力艦隊との接触まで、有効射程圏内にはまだ入っていないと。これで暗礁区域に逃げようっていう。あれ、サラブレッド全クルーを退避。機密保持か。まあ確かにね、4号機と5号機敵になったら最悪だからな。それが艦長としての務めか。いやー、んで困ってんじゃねえかと思ったのさ。そりゃ困るよ。無理だもん。
もう一つの手。さすが読んでるね。ジオンに勝つための方法。メガビームランチャー。撃つことはできます。ビームライフルと同程度の威力。超特大のが撃てる。決戦兵器としての性能。メガビームランチャーってさ、そんな強いの？戦艦のさ、メガ粒子砲の方が強そうな気がするんだけど。ここら辺になってくるともう条約とか完全に無視だな。頼むぞルース。 G04 メガビームランチャーの感想。作戦の説明、G05 は G04 メガビームランチャーまでの支援と時間稼ぎね。近接戦闘を行うのは G05 のみ。ガンキャノンは？まだガンキャノン3機残ってるよ。おお、これを待つのか。ガトリングガンをぶっ放せる実力がいいって。ひでえな。全部片付けといてやるさって、それは無理でしょ。それが無理だからメガビームライフルを使おうっていう話になってるんじゃないか。さてアンノウンは何が出てくるかな。おお、ゲルグーか。なかなか金になりそうだね。っていうか、ハロ大丈夫？戦艦は破壊しておこうかな。パーフェクトガンダム、じゃなくて経験値を取りたいやつ。ジム界パワードジム、ジムスナイパーズ。完全にジム部隊だな。シルバーキャノンにしとくか。まあ、ピンポイントでぶっ倒すと。こうなったら全力で行くだけだ。避けてみな。あ、そうか、ビーム系なんだ。作
赤飯は何をしていた。まあ、これでこっちの戦艦も撃破したと。レベル4、ここのチームはちょっと出撃させておくか。ただのジムだと思うなよ。いいね、スナイパーも後ろに控えて。で、下ジョニーライデンの部隊か。あれ、ムサイって1万4000は結構あるな。試作0号機を出すか。何、意外にザク近いぞ。で、サイコミュシステムのこの機体をジオン軍にしたいからね。ガンダム5号機どうすっかな。てか後ろから、あ、後ろはないか。後ろからいきなり敵が出てきたら嫌だなと思ったけど、そういう展開にはならなそうだね。一応お供のガンキャノンを前に出しつつ、ガンダム5号機ヒットポイント自体は減ってないのか。じゃあここにいようかな。パブットガンダムショルダーキャノン、一撃では倒せないか。バズーカ1700か。それなりに食らうな。集中攻撃をされるとちょっときつい。よし、レベルアップ19レベルあと1。できればね、このマップで決めておきたいっていうのはあるね。8600か。よし、よくぞかわした。ドムは突っ込んでこなかったね。そうか、ゲルグがいるのか。上昇回収確認、あと5ターン。またなんか出てくるのか。アクトザクか。あ、ブラウブロがいるじゃん。これか、モビルアーマー。生贄、戦闘前に一つお聞きしたいことがあります。新たなジオン、教えておいてやる。俺はこの手で新しいジオンを誕生させるつもりだ。新しい国家。おお、見えてるね。キシリア様を総統とするんだ。シリア様さえいてくださればって。キシリア中だなこいつは。実戦における活躍など期待されていなかったからです。今すぐに証明してやる。今すぐだよ。新たな敵部隊を確認。
モビルスーツとは異なる機影。アンノウン、要するに新型ってことか。アンノウンはね、ゲルググだよゲルググ3機がアンノウンだよ。結構近づいてきてんな。1万6000か、あるね。どうしようかな。もう一旦くらいちょっとここで粘るか。ハロはさすがにね、下げておきたいからな。そうだな、ドムが来るし、まずはちょっとゲルをここに置いて、もう一歩か。ロケットランチャーで一応ちょっと経験値も稼ぎたいからね。2人で倒そう。マスターピースレイヤーとか新しく入った人たちがまだレベル1だからね。ジョニー・ライデン、機動力めちゃくちゃ高い。じゃなくて攻撃力を上げていこう。さて、2人で分けると96しか入んないんだ。でここか、長距離ビームライフル支援。お、こいつら支援できるじゃん。マジックパワー20減るけどさ、まあいいや、倒そう。で一旦下がればいいんだ。一応出しておこう、モビルスーツは。若干エネルギー不足だけど。で、ガンダム5号機もちょっと下げて、ハロはさすがにヒットポイントが減りすぎたよな。ここら辺はまだ大丈夫だから、ちょっと戦艦を前にやって、ハロは一旦帰ろう。これでいいかな。ちょっとセーブをして次のターンに備えよう。これがショルダーキャノンで倒しておくでしょ。あ、ドム狙ってくるね。ジャイアントバズーカ2200、硬いね、パーフェクトガンダムで。ザクも減らしておいて、おお、ゲルググが来た。まだ十分とは言えない、あと4ターンか。のんびりと待ってって言ってもさ、これ何、毎回出てくるんだ。ゲー出てきた。後方より新たな敵モビルスーツ。どうやって後方に潜り込んだんだよ。どこ、こっちか。ってことはだよ、マスターモビルスーツビグザムはな、ちょっとエネルギーを食うからな。ハローを派遣するか。もう一歩こっちか。でハロビット、なんかバズーカみたいなの特別に持ってない。高機動ザク2よし、これで OK だ。狙撃の邪魔はさせない。650からザクを1匹倒すと経験値がいくつ入るか。863、200ちょいか。で、ゲルググの対象機どれ、これか。どうしようかな、ちょっとホールドロムフェローで一発ちょっかい出すか。ジャイアントガトリング、さすがにガンダムなら大丈夫でしょう。 67% 当たらん悲しすぎる。でミサイル捨て射撃入るね。支援を入れよう。42と55、どっちか渡ってくれ。
よし、一発当たった。よし、二発当たった。7700。グループ攻撃入る？グループ攻撃は入らないか。ってことはミサイル指定射撃か。これが入るのか。 55% かわされた。パーフェクトガンダムな。減ってるからな。ショルダーキャノンより多分ね、こっちの方が命中率が高いんだよね。2連装ビームキャノン 77%。 よし、3000。結構減ったな。まだだ、まだいけるぜ。でここはジムスナイパーだな。え、届く？届かねえし、これやばくね。ブラレローだそう。すげえ機動力あんなこいつ。なんか死んねえけど。オールレンジ攻撃 83% から66か。でこれでゲルググは無力化したから、すげえレベル上がんな、めっちゃ上がんな。で、このリックドム、ま、パワードジムで大丈夫でしょう。ハイパーバズーカか。命中率は決していいとは言えないな。良くないね、パワードジムも。所詮はジムだからね。ガンダム4号機を出しましょう。でここからメガビームランチャー、もちろん支援は入れる。オールレンジ攻撃はね、射程が長いからめちゃくちゃ支援に向いてるようなっていうか、すんげえ強いんだけど。こいつなんか確か強化パーツつけたな、今思えば。でマジックパワーも回復しないといけないんで、てか銃しか使わないし。マジックパワー回避されたらマジかよ。そりゃテンション下がるわな。まあ食らってるけど大丈夫でしょう。これで一応一掃はできたんで。一旦帰るか。あとは下の部隊。攻撃できるかな。できねえか。まずはこいつで一応全員ターゲットに入るから、ザクを倒しておくと。よし、レベルアップ6レベル。こいつも機動力型なんだ。いやつで、ジョニーライデンをここに置いて、ビームライフルと支援の攻撃でリックドムを倒す。でそこからガンダムテル号機。長距離ビームライフルって言うほど長距離じゃないからね。でジョニーライデンもレベルアップ。4レベルか。ようやく勇猛果敢。でこいつはオールレンジの方が命中率が高いんで安心できるな。よし、下も殲滅完了。でザンジバルを進めて、こいつらは帰還させよう。よく頑張った。エネルギー14しかねえし、こいつに至って8だ。でゲルググは書くとこう。高機動ゲルググか。でこっちはもう動けないから、あれ別にさ、ガンダム4号機の射程には入ってないんだね。おっとっと、無才、まさか狙ってくるとは。ザンジバルも狙われたけど、ムサイよりザンジバルの方が高性能だということを教えてやろう。
狙ってくるね。波動バブルでいっか。でこのザクは次のチャンスステップで倒そう。回避。これ毎回一旦ごとに言うんだ。まだ十分とは言えない。それさっき聞いたよみたいな、知ってるよっていう無駄の多い動き。そうか、かわされたもんな。いや本当に毎回出てくんな。どんだけ増援を送り込んできてるんだ。さらなる増援艦隊、徹底的に我々を潰すつもりか。そんなにすごいものなの、メガビームランチャーって。で捕獲をしよう。でハロは一応できるだけ遠くまで行ってハロビットで倒して、さすがにもう後ろは出てこないでしょう。でこっからはもう無理だな、どうにもできん。ガンダム4号機は機関車来る。パーフェクトガンダムもさすがにまずい。でジムも一応観察するか。これはフォルトか。アクトザックが来そうだな。まだ大丈夫か。でもさすがに一発じゃ落ちないと思うからね。下の無才は落とすか。誰かを積んでるか。ザクを積んでるね。いやー金には困るからね。ビグザムを出しておこう。これで出てくるでしょう。攻撃しとけばよかったな。まあいいか。無才、この距離はまだモビルスーツがな、展開する距離じゃないからな。あそうかそうかそうか。これで反撃をすればいいんだ。よく回避するな。で出てきたんで、あとは全部ザクは金にするための貴重な資金源だからな。すげえな、ブライト艦長半端ない。53%。 あ、それ当たるよね。サラブレッド聞こえるか。何かあったか。ちょっと訳ありなんだ。メガビームランチャーのエネルギー充填はあと2ターンの予定なんだが間に合いそうもない。外部パックジェネレーターの使用、メガ粒子の蓄体に足りない。とんでもねえダダッコなんだよこいつは。じゃあどうするってんだよ。手はある。G04 のエネルギーを全てカット、メガビームランチャーにエネルギーを送り込むと。メインジェネレーターが暴走する可能性がある。私は許可できません。別に君の許可はいらん。おいおい、お前は艦長じゃないだろ。てかもうやるんでしょ。別に許可が出なくても。4号機のメガビームランチャーを前提にしていると。わかったよ、注意。一つだけ言わせてくれ。
息子を失う悲しみか。ルースって結構年いってると思うんだけど秘蔵のウイスキー。俺もアルコールね好きじゃないんですよね。ビールとかね苦いもんとかも全然ダメっす。カシスオレンジとかねカルーアミルクとかばっか飲んでるんで。出てきたな。でこのムサイはもう完全に落とすから、まあ、まずはでメガ粒子砲のさあこういう射程か。1万3000は当たるでしょう。あとブラグロが近づいてきてんな。あいつをどうするかだな。超強気になったから。あれパイロットリディアだぞ。さっき変なおっさんじゃなかった。でガンキャノンって別に死んでもいいよね。まずこいつをいけに行け。 40% かよ。 32% まで下がる。まあいいや当たった。優秀だな。じゃあこれはホルドで倒したいからセーブをして、まあ本当はねこういうのも結構経験値になりそうだから一般ユニットで倒したいんだけど、ジャイアントガトリングで蜂の巣にしてやる。こいつはこの前のザクモドキか。今度こそ決着つけてやる。俺はマレット・サンギーヌ。覚えておけ、貴様を滅ぼす者の名だ。もらった。油断したか。いやこんな蜂の巣にされたらさ、モビルスーツひとたまりもないだろう。さっといった。じゃあキャリーベース一個近づくか。でどうせこいつらもザクを積んでるはずなんで、ザクが出てくるまで待ってハロブラブロ当たるね。14000。どうこれ。いや攻撃しよう。ユイマン、ギュスタ、多方向の連携攻撃を仕掛けるわよ。了解。今度こそやってやるぜ。あ、複座式なんだ。そっかこいつスーパークリティカルだ忘れてた。脱出機能があるんだよってやめなよみっともない。なんで脱出しろよ。どういうこと1700まで上がったか。でこのザクは捕獲するでしょ。で下のゴム部隊か。こいつももう21レベルか。いい感じだな。でグリップ攻撃当たるかな。当たるね。よーし OK。 いい感じに減ったな。じゃあジョニー・ライデンを出してマジすげえなこいつの機動力。何なんだ。さすが真紅の稲妻だな。だな。メガ粒子砲で支援をかけると回避された悲しすぎる。ユーカズマを出すか。ブルーディスティニーで、ここは1部隊に出しておきますか。でマスターピースレイヤーも出して、どうせだったらビブラング出しとこう。ちょっとでもエネルギーを回復させる。で上はこんなものと。これってちなみにさ2ターン経過したらさクリアになるの。結構いっぱい残ってるよまだ。ザクという金が
大量に残っている。ザンジバルなんか積んでる？何も積んでない。あ、ザンジバルはいいか。この無才はちょっと回避をして、ザクが出てくるからこれも回避と。回避行動を取れ。いやー、この艦長も優秀だな。戦艦、あ、そうか、上にいたんだ、忘れてた。追撃する。よし、ちょっとでも回復。ルース注意、聞こえますか？毎ターン毎ターンなんか話すんだな。実は女の子を口説くのも得意なんだぜ。そうか、充填率はどうですか？発射可能点を超えた時点でメガビームランチャーを使用。それはできない。最大出力まで持っていく。フルパワーでなければアーパーワークに向かっている艦隊までは届かない。そんなすげえ出力が出んの？次のターンには発射する。土壇場には強運を発揮するタイプなんだぜ。よーし、あと一ターン。じゃあとりあえずハロは、おっと、敵帰還しちゃうから危ない危ない。戦艦を持ち潰しちゃおう。あと1200くらいか。奥のな、敵も倒せればいけそうな気がするけど、とりあえずドムは倒しとこう。で、これは攻撃をしちゃおう。もうここのドム部隊はハロに任せる。で、ハロをサイコハロに持ってく。2800、残り1000を切ったね。グループ攻撃できるかな。あ、できるね。ギリギリ倒せなかったけど、まあ経験値稼ぎにはなるかな。ブラレロだな。よくわからん、ブラレロ。ヒートナタじゃなくて、たくさんビーム砲。やっぱり最高の攻撃の方が強いか。テンションも上がって、強気。オールレンジ攻撃。1万。あ、全然強いわ。覚醒値が高いからかな。一応覚醒値の高いやつを選んではいるんだけど、パイロットに。帰ろう。さて、あとはあそこのドムと下のドムか。一旦ザンジバルを少し進めて、グループ攻撃が入るね。これだけいれば倒せるでしょ、そもそも。よし、経験値いただき。ハモンさんのレベル上がった。地上戦闘適用。そうだよな、どう考えてもこいつ地上だもんな。未来ヤシマ、兄、アイナ、ビグラムどうしようかな。血を出して攻撃ができるね。まあ大型メガ粒子砲が一番安定してるよな。奥のやつから倒していこう。 56% 回避された。ジョニー・ライデン、で、射程的にこいつだよな。オールレンジ攻撃。あ、
とは後ろのドムに届くやつがいるかどうか。ゼロ号機は無理、ブルディスティも無理だな。まあ下はとりあえずこんなもんでいいか。 OK。 このターンで終わり、もしや最後の最後で詰め寄ってきたけど、キャラクターレベルアップ37レベル。てか上がり方が尋常じゃねえなこいつ。ジョニーライデンは反撃をしておいて次で倒せる状態に持ってこう。エネルギー回復。最大出力のドライブに成功。これより発射する。あと少し、あと少しなんだ。持ってくれよ G04。 メガ粒子の縮体確認、メガビームランチャードライブ、行け。いやー、すさまじい威力だな。そんなすげえビーム砲には見えないけどな。敵艦隊殲滅、やりました。ブース注意、聞こえますか？応答してください。緊急信号が出ています。聞こえますか？注意。早く脱出をしたいんだが、それがダメなんだ。ハッチが壊れちまってる。まあ仕方ねえさ。いやー、こっちこそありがとうだよ。悔いはねえか。それでも無駄死にではないよな、フォルド。全然無駄死にじゃないでしょうか。むしろ君の死がなかったら全滅していたよ。ああ、ガンダム4号機が壊れてしまった。敵を残してしまったな。ルースカッセル、ハローがようやく19レベルで、こいつは、あれ、これ何、誰これ。分からん。パッと見で思いつかないけど、ジオンっぽい感じのパイロットスーツを着用してるね。ちょっともう2レベル上げるか。で、ここら辺はあんまり変わってないからね。パーフェクトガンダムは、あ、アレックスか。アレックスが作れるんだね。しかもいきなりチョボママ装備だし。アレックス作ろう。さっきヨルムンガンドとか見えたけど。ヨルムンガンドとか使うのむずそうだな。で、こいつは別にこのまま行くっていう感じだっけな。でジョニー・ライデンもこのままレベルを上げていくから、こいつはまだ6、こいつはまだとりあえずこのまま、量産型ビグザムは最終的に、あれ、これ何、アプサラス3って作ったよね。で、これビグザムだしね。まあいいや、レベルを上げていこう。
設計、なんかあるね、量産型ガンキャノンまあいいよ別にそれは。であとは捕獲で高機動ゲルブ1体取っておいて、あとは解体と。45,000円、よし、いい感じだ。はい、というところで、じゃあ空閃光の果てにはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。